それがまだいいのかどうかを議論しようかと。吐き気があるということですね。いつぐらいから症状が出てますか？直接このセンターに電話をくださることで、このセンターがに常駐している医師が診察を早急にできるということで、早期に医療につなげることができるというのが最も期待されるところだと思います。